ニバー先生とこにパンチってかける。俺の何千番がえげつないからね。はい、ありますおっ、うわっ、はい、あっ、うわっ、俺でいくぜ。次俺でしょ。処刑やがるさ。あの気持ちで、なんかさ、きついから、ちょっと、はい、私も先に乗り。はい、疑問が生まれちゃいまして。疑問が生まれた。はい、うん、もう3年やってるじゃないですか。そうだね。ウェーブパンチって何なのかと、うん、今日渡辺先生に教わった風だったり、はい、山城先生に教わった移動式ウェーブ、ね、うん、もうウェーブじゃないじゃん。ウェーブだよ。はあ、全部肩甲骨につながってやってるから、うん、スタートが違うわけなんだよね。仙骨もそうだし、うん、ウェーブはウェーブなんだけどスタートが違くていろいろ人の技を入れてるってだけだよね。それ視聴者も分かんなくなってきてると思うんですよ。うん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 。だから今回ね、うん、稲川先生がすごい視野じゃないですか、うんうん、もう一回ウェーブっていうものは何なのか、うん、ウェーブパンチを稲川先生から学ぼうかっていうことで、うん、先生のレースに来てるわけです。なるほど、はい、いい企画だね。逆に言うと視聴者のみんなはウェーブパンチと俺が打つっていうふうに思ってるけど、うん、実際はやっぱり創始者である先生のウェーブパンチってはっきり言う俺の何千番目えげつないからね。1年に1回ブレーコーで全員で腹を殴り合って倒れたら脱落していくっていうトーナメントやるのよ。なんちゅうトーナメントだよ。そう、屈強の男たちとか出るわけだから、うん、それで先生常にやっぱり負けてないわけ。で勝ってるの。勝ってる。一回こう原点回帰で学び直しましょうよって視聴者にこうもう一回こうウェーブパンチってこうなんだっていうのを先生に解説してもらいましょう。行こうよ行こうよ。行きましょう、うん、こっちだから下降りるから、はい、おいでよ。いやいや取ってる。先生おはようございます。おはようございます。先生太田が、はい、なんかウェーブパンチを、はい、ぜひ欲しいっていう。いやそんな企画じゃないから。そんな企画じゃないから。企画じゃないんですけど、うん、先生に、はい、ウェルパンチっていうものをちょっとやっぱお聞きしたいなと。ああはい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 。ああ細かくですね。はい、原点を。ああはいはいはい。もともとね先生映画のために、うん、リボンのために、はい、消化したわけじゃないですか。はいはいはい。原点が分かんなくなってきたんですよ。あでウェーブパンチっていうこの代名詞自体が一人歩きしちゃってたんで。ああはいはいはい、はい、あとここはねもう一回創始者にもう一回教え直そうかな。教え直そうかなって先生教えてください教えてくださいじゃあ太田さん教えてくださいよ。じゃあ教えてもらおうかな。ああなるほど、はい、思っているわけです。わかりました。はい、はい、それでははい行ってみよう。はい先生、はいはい、ウェーブパンチの原点っていうものを。そうですね、はい、前にも桜海選手が来た時にどういう感じかなっていう、これが木銃っていう三八式歩兵銃っていうもっと旧軍が使われた時に銃剣で戦う技があるんですね。でその時に自分がそのすごい強化の方を見た時に、はい、この木の棒で、はい、剣道の胴をつけてる人間をバッバッて倒してたんですよ、はい、こう持って使うっていうその使い方っていうんですか、これを別々に使っていくといいよっていうので、はい、うわビビビッときて、はい、でそれがあの最初の本当はベースで近接用に改造しようってことで2人で相談して、たくさんがそれをじゃあこのこっちの柔らかさをこっちのパンチでこっちの柔らかさをさばきでちょっと変えようっていうのがそのウェーブパンチで、はい、だからやっぱりこっちは柔らかいさばきとこっちは突き抜けて相手が回ってきたけど倒すっていう、そういう風に映画に進化していったわけです。落とし込んでいったわけなんです、ね、はい、そうですよね。戦場で殴るってことはないですね。やっぱないんですよね。あんま来てるんで効かないんですよ。金属で打たれても、まあ、金属でドンってやってもやらないので飛ばすっていうんですか、はいはい、なんか来た時に崖から落とすとか、はい、この足場の悪いところで柔らかくついていって相手を吹っ飛ばすっていう。どうさ、うちの坂口ちょっと突き飛ばしてやってください。え、はい、お前太田さん前回これで吹っ飛ばしたらそこに穴開けたの覚えてないの。うわっこれ笑ってるじゃん。ここに吹っ飛んで後頭部俺死にかけたんだよね。だから俺今もう話しててトラウマが蘇ったからさ。そういいでしょ。ちょっと受けてみてよ。いやいや
軽く軽く軽く。俺が教えてあげるから先生に動かして。はい。普通に教えてあげるから。要はこうやってもじゃなくてちゃんと体を使って上ずりって上ずりって上ずり。逃げてるから。これ痛くないから。めちゃめちゃ逃げてますよ。さあ行こうかなこの。おおい。そんな弟子いる？そうだよ、もうファンタジーじゃん、ファンタジーじゃん、受けないと、うん、飛ばすって感じでいくから、こういう風にいくわけよ、はい、点でついて、この肩甲骨を押していく、うん、そうそう、痛くないでしょ今のは大事です。そう、痛いとかじゃない、飛ぶんだよね、飛ぶんだよ、うん、じゃあ先生、ちょっとあの実際にその上パンチで教えてください。はい、はい、わかりました。じゃあちょっと、あ、しゃいいですか。この手を大体普通の人は下げるんですよね。はい、下げると間合いができるんで、足立ちゃんはこう逃げてもいいわけですね。いい意味のゲームで言うと、はい、この人間をこう、簡単にこう離したくないわけですね。でこのままなんか技をパンチ入ろうとすると、この引きでアタックするっていうのがこう多いんですけど、そうではなくて、手はこのままで、ここの可動で そっからコントロールしていく。ポッとお腹の筋肉で入った時にコントロールしてる感じです。うん、だから逆に、はい、おたちゃんの 手をちょっと入れてもらって、はい、これで普通はこんな感じなんですけど、ちょっと入るとすごく、あ、なるほど、はい、今ちょっと、はい、この感じです。ちょっと手がクッと手が、はい、足田君のこの肉厚の中にキュッて入ります。ちょっと入って、はいはいはい、最初たくさんと研究っていうか練習したのはここからです。肩甲骨はその時どうなん、どういう動きを、最初前に、はい、入れるときにはこれがちょっと前に、肩が1センチぐらいでなるべく入れるように、はい、でそこから左右にこう入った状態から回るんで、こっちにしたり上にしたりこうコントロールしていくっていう、はあ、それを瞬時に、そうです、逆にその技じゃなく、はい、アシャちゃんが一回つま先立ってもらっていいですか、はい、これは呼吸がしづらくないですか、はい、だからこれをこうやって落としてあげるとパンデに溜まっていくんですよ、うん、だから医療にも使えるっていう、その滑殺自在でボンって打たれた後にそういう風に、あ、そうです、うん、打たれると上にこう、まあ、調節痛いんですよね、はい、だからよくこうみんなで打ち合って直して、はい、打ち合って直してっていう、必ずちゃんと直すまでをやってた。そう、そのもらった後に直すみたいな、こういう動作があったんですけど、はいはい、あれも正直ね、分かんなかった。そう、下にね、こう落とすんですよ。だから逆にその打ち合ってからじゃなくても、ちょっと上ずって怖いなっていうのをスッとさすってあげると、スッとこう、そういうのにも使えるっていうか、こう、じゃあ痛みのエネルギーを取り除いてるわけではなく、なく下に、なるべく丹田の方にすると、内臓って中空なんで、はい、ここっていうのはこういう胃とかってもすぐ触れるじゃないですか、はいはい、内臓は水でできてるんで、はい、その柔らかい部分に、それで波って、力の波をコントロールするでウェーブなんです。じゃあこれから視聴者にウェーブパンチって何ですかって聞かれたら、なんて答えるのが一番ですかね。一番波の波動好きとか、波動を利用してくれっていう風な、肩甲骨から、はい、肩甲骨からの力の波を柔らかく流していくっていう、それを例えばその筋力のあるそのパンチと何が違うのかっていうのをちょっと説明して、中に来るっていうのが一番あります。浸透系、浸透に中にこう入っていくっていう、こんにゃくみたいな、はい、こんにゃくゼリーみたいな、はい、あれに思いっきり打つと跳ね飛ばされるんですよね、うん、こんにゃくを貫通させれば成功、そうこんにゃくって弾かれちゃうんですよ、はいはいはい、そこを壊すんじゃなく、そこの中に入れてってあげるっていう感覚ですよね。でさっきオープニングで坂口が話してたんですけども、はい、自衛官とかが集まる、はいはい、ある地下の大会があると、あ、ね、飲み会があると、はい、現在の一年に1回自分の技の披露なんて、そんで何内臓破壊するわけ？いやもう漫画ですやん。内臓切れて血のしょんべんが止まらないって帰った方もいるし、はい、でも裏一個も一切なしで彼らも喜んで帰るやつを、で高山ちゃんサッカーというか、はい、見に来てもらって、何やってるんですかって感じで、なんかその坂口が先生からその上パンチをもらいたいと、はい、いやいやそんなことはそう言ったらいないけど、もらいたいから先生のペースに、まあまあまあ、あのさ、はい、逆に言うと今俺が先生のパンチで受け継いでるのっていうのは、釣り金、ライチョウ、ね、ノーマルのウェーブパンチあるよね、うん、じゃあ今出た単語で釣り金、ノーマル、ライチョウの、うん、その何が違うのか簡単にちょっと説明してくださいよ、うんうん、
ノーマルは先生がさっき言ったみたいに、そのこんにゃく、こんにゃくに対してまっすぐする。はい。釣り鐘、うん、要はあの鐘ですか、うん、鐘をどうするんですか、釣り鐘。こう釣ってあるじゃないですか、はい、であれゴーンってこうギアの鐘みたいになりますよね。あれをちょっと軌道を変えたら音が変わると思いますね。自由に打てたらゴーン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 って音が変わって、中にあのゴワーンってくる波動も変わって、はい、もしかしたら右側だけとか、はい、腹のここだけを壊せるって、はい、全部が痛いじゃなくうっ、 ってなったらこの右の肺だけを潰せるんじゃないかって、なんか飲んでて多分言って、でちょっと僕研究してみますって言ってな感じがします。はあ、じゃあ先生、一番やばいって噂に聞いているライトですか。はい、これなんか結構使うんですよね、うん、先生の得意技なんだ、一番の、はい、先生のはやっぱ点打ちできて、はい、先生の拳、ほら、おたけがここが点になってるでしょ。これをこう、ね、角度をこう変えるんですけど、そう、この先生の雷鳥は一番ひどいね。これが点になってるわけで、そうですね、ここでこんなんもうね、あの食らってちょっとね耐える人俺見たことがない。それを、うん、体の腹部に突き刺すみたいな感じですよね。そう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 、ここがここぐらいまでを最初スパーンって入れるんですね、はい、でそれだけでも結構こう波動が来てるんですよね、はい、でそのまま押し切っちゃうとノーマルって言って、相手がこううまく後ろにこう下がっちゃうとこうグワッと効かないんですよ。それを途中からこの1点を急に肘の脇絞りの剣のあれと一緒で脇絞り直して、当て身で絞り直して急激に角度を変えて突き上げるんです、うん、でこっから入ったら突き上げる、はあ、顔面真っ白になるよく俺のねパンチもライチョウもらって顔真っ白になるじゃん、はいはいはい、血の結果全部なくなるんで、ただ声が変わるんですよね。声も変わりますね。あっはっはっはっ、ただタクちゃんの場合はライチョウ打ちますけれども、 V 鍛錬はやっぱりアクション俳優なんで相手を怪我させてしまうから V 鍛錬してないわけなんで、拳がそういう風ないびつな形になってないんですよ。はい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 、ということで今日優しさライチョウね、私優しいライチョウですけど、今日その先生の厳しいライチョウをもらいに来ました。いやいや聞いてる、ライチョウをもらって立ってる人はまず俺見たことがないやけ。いやいや、そらやっぱ弟子なんだからもらわない。じゃあまずノーマルを足田、釣り金を太田で、ライチョウじゃもらうよ。おー、だったらいいよ。じゃあまず足田から、はい、先生久々にじゃあノーマルを。はい、わかりました。先生はい、明日そこそこやっぱ腰があってるんで。ああ、自分のウェブバージョンもらってみる。はいはいはい、あ、わかりました。そこそこは了解です。わかりました、よろしくお願いします。はい、っていうことだけど、足田おっす、うん、これはもうやるしかないですね。ノーマルウェブだからね、はい、ノーマルだから。ノーマルでもやっぱ一番基礎的なものなんで、自分も原点回帰というか、もたくさん以外の方のウェーブパンチをもらってるのなかなか貴重なことなんで。そう、ちなみにウェーブパンチ打てるのって稲川先生と俺しかいないわけだ。そうですよね、そうですよ、うん、ということで貴重な機会なんで、貴重な機会なんで、はい、頑張って。じゃあ先生すいません、はい、対象物があった時に、はい、まず簡単なこの狙い方みたいな。そうですね、狙い方って武道 の、 どっちからでも打てるようになってるんで、はい、でそれを前にも言ったんですけど、切ってこの通りすがりのこの本当はその方に言うと、ここからバッサリやる力で当ててるんで、いつもここなんですけど、今日はこの足をきちっと入れ替えて、きちっとしたその腰のこの武道的なウェブの原点で打ってみたいなって、はい、はい、すごい違うよ、俺さ、太田あの足田を見、いや嬉しそうじゃないのよ、足田のずっと見てるじゃん、で太田いくじゃん、次俺でしょ、あの処刑上がるさ気持ちです。なんかさ、きついからね、だから今足田の笑ってたんじゃなくて終わらなきゃいいなこれっていうね、ただそれで笑っちゃってごめんなさい。まあ、なるほど。じゃあ先生、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあすぐ、はい、あります。うわ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 これは痛いよ。うわうわこれはなかなかいきましたね。弱い弱い、先生の上パンチでは弱い、結構いったな。見てこのヨガの新しいポーズができたじゃん本当に、うん、本当これヨガだ、これやばいよ。わこれ楽だ、うん、本当っすか。これはちょっと待って、今のは聞くよちょっと待って、俺もう嫌なんですけど釣りがね、こんなん見た
ことないでしょ。こんなの見たことない。なぜかっていうことは、うん、何度も言うけど、あの創始者だからね、うん、一番やばい企画やっちゃったね。そうそう、ウィル・スペックだ、うん、やっちゃいけない企画なんだよこれ。これちょっと待って、これを先生ちゃうね。だから正気お前だからライチョウいらないだろっつってんの。いや、いる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 。でこれを丹田に落としていくってことですよね。そうそう、ちょっと待ってよ、そんなの見た後にさ、はいはい、ちょっと釣り狩りとか。いやいや、お前はいいじゃん釣り狩りだ。いや、俺ライチョウなんだよ。俺ライチョウなんだよ。ちょっと待ってよ。先生、太田はこれパンチの話、ずっとこの YouTube でも、思うけど、先生が優しくなってるから、当然忖度して軽くつまっつって本当に舐めたこと言ってるんで、熱いがマスか。で、このような感じでさっき何で足がちょっと1点できたかって、はい、いつも推進使わず人間用は推進を止めた状態でこうしてるんですけど、はい、さっきは推進っていうのを使ってるんで、はい、70キロで、まあ、体重足乗ってるものがそのままこう、はい、点で入ったんです。点で入ったんで、はい、それで結構後ろを飛ばさないようにするんです足で。だから太田ちゃん、芦田ちゃんはもううまいんで、うわっ、ちょっともう受け身を飛ばせないよと。はいはい、ちょっと今のだけでも、だからこの期間がやっちゃダメだ、ダメだ。ちょっと待って、じゃあ俺も入れた方がいいよ、太田ちゃん。いや、気合い入れますわ。おっ、おー、気合い入れ、先生、気合い入れるので。すごい、はぁ、ML の、はい、行こう、ML の、行ってくださいよ先生。だけど、釣り金で、ドーンはやってください。はいはいはい、はい、はい、ちょっと受けてみます。はいはい、いきます。はい、あっ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 、だいぶ、ちょっと抜いたと抜いたちょっと怖くなってる。ちょっと怖いけど、太田君の顔の目がちょっと、ちょっといけたな。そうだね、うん、ちょっと怖い。先生、本当ですか。本当はもう本当に100でもいいぐらい。どういう、いや顔が、いや顔はね、だからオーナービビりすぎるから先生がまたあれなの。いやビビるだろうよ。ここで見たらオーナーちゃんの顔が超ひ、ちなみにだって待ってよ、怖い。俺の前に芦田死んでんだ。芦田はだけどやっぱ俺の弟子だから先生もやってくれる。おかわりおかわりください。わかりました。なしで、はい、なしで。じゃあちょっと劣化用でちょっとドーンっていきますよ。はい、またじゃん。今広がったでしょ。広がった。そう、こう打ったところからザーンって広がったのよ。釣り金。本当だ。だからいつももらった人がブワーって広がるのが釣り金なんだよね。声がちょっと変わる。あとあれですね。かすれてきちゃう。喋れない。そうそうそう。喋れなくなっちゃう。すごい。いじけてる。ちょっと普通派手にするじゃん。はい。わかりますよ。リアクション。わかりますよ。わかりますよ。無理だね。そうそう。こう地味にずっと嫌なだけなのよ。はいはい。っていうことで。けどこのチャンネルがいいねと思ったら。いやいや、ライチョウ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 。いや、終わらないから。お願い、頑張ってよ。違うんだよね。今日サムネあなただから、ライチョウ、バーンもらったのか。君たちの。よりもきついやつなのよこれ、こう…じゃあ、わかる、はい、それの、めちゃめちゃやばいやつなのよ。ちょっと…ちょっと…ちょっと…どうしよう…まず、これ、普通の時はどんな感じ、こんな感じじゃないですか。お腹ぺったんこじゃないですか、はい、で、丹田に力入れると、うお。いや、これしないと耐えられないね。おだまけど、これするけど、悪いけど、死ぬ…先生がさ、多少加減したって関係ないんだよ、はい、あのね、点だから、その加減とかじゃないのよ。いやもう、その下り取るだから俺がたくさん食らおうか。いや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 先生、それはもう先生、それは俺が先生、その先生にもちろん俺先生打つことできないです、師匠なんで今日はいただきますんで。はい、先生もう先生がもらうって言い出したらもうあれなんだよ。嫌がる下り、十分取れましたんでとどめを刺してください。上上げですか、先生。はい、ここで上上げで、はい、手加減してたらテイク2やるからね、うん、ちょっと待って先生珍しいな、おい
おい珍しいな。いやいや、先生の入りが武道のさ、でしょ、いい入りするから。はい、先生、お願いします。もう大丈夫です。おっ、失礼します。もう男になります。上に巻きかけます。あ、先生、もうちょっとください。もうちょっといいですか。もうちょっとください。先生、愛が、テイク2です。愛が見えすぎて、忖度パンチです。はい。先生、もうちょっとください。アクションできないんだ。先生お願いします。いや先生優しい。いや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 。とりあえず打ってくれたじゃないですか。いや今先生視聴者総崩れですよ。あのね先生はね、うん、やっぱね学びして可愛いからね、うん、打てないの。かん今日は打てないってことでいいよ。いやいや成立しないから。とどめさせてください。パッてよ、ちょっと、はじき読んで、シュッ読んで、シュッ。とうとう、これはちょっと狂って。来たでした、今のは。今のは来たね。俺が通りなくなったら、俺もう大変なことになった。今は、来たな、剣でな。これ、視聴者に言ってください。あの、見た目的には、絵的にはちょっとゆっくり打ったように感じるけど、そうじゃないってことをちょっともうきっちり伝えてください。いやいや、なんだろう、あのね、点で刺さるから、うん、本当にナイフ突き刺されてるのに似たような感じ。それで、あの、ちょっと、気持ち悪いね。わかります。視聴者の皆様、軽く打ってるようですけども、ライチョウっていうパンチは危険な技なので危険、はい、点打ちは危険です。タクチャンネル。いやどうですか今日ウェーブパンチっていうのをもう一回原点回帰で一から学び、ただ今日やっぱ先生の、はい、俺の愛がねあってよかった。ありがとうございます。油汗すごいけどね。油の汗をかいてるからすごいね。サラサラの汗じゃないからね、うん、ドロップしたのが今出てきた。いやわかりました先生。ウェーブパンチって、はい、要はそういったところから生まれたわけですね、映画に落とし込むために、はいはいはい、で僕ちょっとそのねその一人走りしてたじゃないですか、そのウェーブパンチっていう代名詞、はいはい、でも本当にヤバいもんなんだっていうのを今日もう一回再確認しました。そう、はい、でちょっとお立ち でもアシャちゃんの時もやっぱねちょっとこうやっぱ引くわけですよ、先仲いいから。もちろんです。これはその自衛隊でその見に来たやつをずっと開催してたら、はい、おやつのにこれ繰り返したら死ぬぞと、はい、殺意持って敵に撃つものだから、はい、稽古はもっと改善してやれって言ってちょっと封印してったような、はいはい、だからこう殺意あればもっともっとだるくなるんですけど、はい、逆に法要道会に行くと、はい、なんで俺今日は撃ってこのままもし倒れたら一緒に仕事もできないじゃんっていう、はい、でそこをもしこう真似する人はいないと思うんですけど、はい、だから大事な人には撃たない、敵に見てる方は敵に撃ってくださいってことで、あと本当に先生の、 ウェーブパンチ、今日にてもう打ってほしいっていうのやめよう。やめよう。物が違いすぎる。殺しの技だわ。そうで我々カッサス自在なチャンネルじゃないですか、うん、はいはい、相手を生かす方の、うん、チャンネル作りに励んでいきたいので、はい、二度とこの企画封印しよう。二度とこの企画封印するけど、うん、最後に裏レンゲやね、先生の肘のいいこの番組がいいなと思った方は、はい、高評価ボタンよろしくお願いします、はい、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ウィーバー。